アメリカのそのいろんなブランドがスケボーブランドあるんですけど、うん、1個エメリカっていう靴のブランドがあって、エメリカでそこに所属しているプロのライダーたちが日本に来て、デモンストレーションをやる、すごいプロの技を見せてくれるっていうジャパンツアーがあったんですよ、うん、でその日僕ら休みやったんで見に行ったんですよ、うん、やってない人も見たことあると思うんですけど、すごい R になってて、そこからこう降りてきてジャンプしたりするところの、うん、このここのてっぺんで僕らはよじ登って、そこでみんなのやつをこうやって見れるっていう環境なんですよ。だからこういう風に滑ってたら、ここで座ってたらプロの人がここでスケボーバコーンって飛ぶんですよ。でもプロで上手いから絶対落ちてこないんですよ。でそこで僕らはこういう風に、僕はビール飲みながらこうやって見てたんですよ。うおーってなったら、そしたらね、アンドリュー・レイノルズっていう今40歳ぐらいの、スーパースター、1年で億稼ぐプレイヤー、すごい、もうレジェンドの人、その人がね、一回僕がこう座っててバコーンって言ってちょっとミスっちゃって、この板が飛んできたんですよ。で僕ね、こうやってビール飲みながら見てたんですけど、これをここに置いてたら、その人のデッキが、板がね、カコーンって当たって、その人の板に僕のビールがドボ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 かかったんですよ。命のじゃんデッキなんて。そうやね、あの伝説の人のデッキに僕ビールかけたんですよ。そしたらもうキッズたち、大人たち、うわっ、あいつレイノルズのデッキにビールこぼしたんで、みんなピリついて無視するんですよ。で俺もうめちゃくちゃ焦って、ソーリー、でここの自分の服でこうデッキ拭いてたら、めちゃくちゃ優しいな、その人が、いやもう大丈夫大丈夫って言って自分の T シャツでこう拭いて、でジャパンツアーやから、そのツアー DVD とかを撮ってるカメラマンの人に、ってそのアピールしてくれたわけですよ。やられちゃったぜみたいな、だからこのエメリカのツアーの世界に配信されるやつに俺映ってるかも。ビールこぼしたジャパニーズ、ジャパニーズでビールこぼしたジャパニーズとして映るかもしれない。で、それ見切れてたらすごいな。そうそう。で、その多分日本で、その働かれてる僕ら世代の、その外国人の人も見に来てるわけですよ。レイノーズが来るっていう。はいはいはい。で、その外国人さんがひょこひょこひょこって俺の方来て、めちゃくちゃ俺に伝えるために分かりやすく、あ、白鵬の回しに醤油こぼしたみたいなもんですよ。変な例えちゃってから日本人に分かる例えよ。めちゃめちゃやばいやん。そう白鵬さんの回し醤油なんて信じられへんやん。そう、絶対そんな、それぐらいやばいこと、やばいことをやったと。だからこれがどっかでほんまに映ってくれたら、そのみんなに報告しますね。見たい。